始まりました。チュンピーチャンネル、主役はこちらのチュンちゃん。2018年5月生まれ、現在2歳4ヶ月の娘です。そしてもう一人の主役がこちら、ピーちゃん。ピーちゃん2019年10月生まれ、現在1歳の娘です。今回はデザインのお仕事をしているチュンママ的にも、子育てをする母親的にもおすすめな商品を紹介させていただきます。それがこちら、シーザーシャイン。現在クラウドファンディング中で、すでに支援額1億円を突破した今話題のスキャナーなんです。かっこいいね。これパッと見何ですかって言われてもスキャナーには見えないよね。開けてみたいと思います。開けるよ、うん、どこから開けるのかな。黒だ。かっこいい。おしゃれ。本当だ。スキャンするものを置いてスキャンするんだ。もちろん私の本業デザイナーの仕事にも大活躍してくれそうなんですが、今回この商品に一番惹かれた理由がこれ。絵本たちです。本棚に収まりきらなくなってますね。子供のお気に入りの絵本たちを外出先に持っていくのってかさばるし面倒ですよね。でもこれがあれば簡単に素早くスキャンしてスマホやタブレットに取り込むことができるんです。では試しにこちらの10冊の絵本たちをスキャンするのにどれくらいの時間がかかるか試してみましょう。ピーちゃんが大好きな絵本をスキャンしていくよ。このように適当に置いてもスキャンをすると形を正確に取り込んでくれます。すごいね。わ、まっすぐだ。これ便利。グッドペダルがあるから両手が塞がっても問題なし。アジタチ、アジタチ、受け取った。カン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 、ブン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 、ニャン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 、プップップップ、おしまい。またね。はい、次、はい、次これいきます。よし、ちょっと待って待って、もう一回ここリンゴさん蒸し、よし、もう手入ってもいいや。手も入ってるも味がね。はい、来た。破る前にね、スキャンすればよかったよね。これは楽ちん。
それでは実際にスキャンしたデータを見ていくよ。綺麗にカットされてるね。すごい。植えすぎた絵本を処分したいけどなかなか決心がつかない時ありますよね。こうやってスキャンで保存しとけば捨てやすくもなるので断捨離にもってかいですね。あ、ちょっと私の指も映ってるのも味があっていいかもね。あと純品にとってこれからどんどん増えてくるであろうお絵描き作品もこうやってスキャンしておけば気軽に見ることができていいですよね。特にこのアンパンマンのお絵描きボードに描かれた絵とか消すのもったいないっていう時が結構あるんで、今後はじゃんじゃんスキャンしていこうと思います。おー、上手上手。チュンちゃんも初めてお絵描きしたのはこのお絵描きボードなんだよ。今日は何を描いてますか？これは、うん、これは何ですか？ヘビです。ヘビ、すごい。ヘビを描いてます。ヘイピーちゃん、ヘイ。ピーちゃんもお絵描きね、できるようになったね。あ、変わってきた。これは何ですか？アンパンマンドキンちゃんです。アンパンマンとドキンちゃんです。ヘビからアンパンマンとドキンちゃんになりました。じゃあちょっとこの時点で、ヘビの時点でスキャンしてくれ。ここでスキャンしとこう。あ、消された。よかった、スキャンしてよかった。パリ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 、もこもこ、わあ、ガシガシガシ、わあ、おしまい。カン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 、だじゃん。電車通ります。ウィー。こっちです。ジュンちゃん、ピーちゃん、今後はこのスキャナーが大活躍間違いなしだね。動画の概要欄に商品の詳細が見れるサイトのリンクを貼りましたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは今回もチュンピーじゃんけんタイム。チュンピーじゃんけんじゃんけんぽい。グー。ピーちゃんはグーを出しました。